はいどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、滋賀県のね、草津に来ております。こちらでですね、この後ろに看板があるようにウバガ餅っていうやつがね、有名な餅でございましてですね、たまにはね、お餅とかね、食べてみようかなと思っております。これね、どんなお餅かというと、なんかね、戦国時代からもう続いてるような形のお餅らしいです。でね、江戸時代になるとね、この草津とかね、宿場町になってたんですよね。江戸時代といえばですね、お伊勢参りに行くというような風習がありました。その時にね、この前で食べられてたのはお団子とかですね、お蕎麦とかいうのもこの前で食べられてました。その中の一つがこちらのウバガ餅ということらしいでございます。はい、じゃあどんなお餅かね、楽しみでございます。食べていきましょう。それでは買いに行ってきます。はい、こちら国道1号線の近くっていうかにあるのがウバガ餅屋の本店でございます。駅のね、近くでもね、買えるんですが、一応本店来てみましたって感じです。はい、一番小さいサイズがね、この小さなお餅が6つ入りということで、今日ね、7月の2日なんですが、7月の4日までに食べてくださいという感じでございます。はい、じゃあね、ちょっとね、開けていきたいと思います。開けるとこんな感じですね。ここに爪楊枝が一つ入ってて、よっこらせと、あんころ餅ということですね。どんなんか食べてみます。ではいただきます。感じの甘さですね。ちょうどあれですね、伊勢の名物赤福餅のね、ちょっと小ぶり版って感じでございます。これはこれね、美味しいっすよね。じゃあ2つ目いってみます。お茶が欲しくなりますね。昔の人はね、これにお茶飲んでね、一服っていう感じだったと思います。ですね。はい、6つぐらいやったらね、3分ぐらいで完食でございましたね。とまたね、滋賀県の方もね、いろんなものね、美味しいものをね、発掘していきたいと思います。この動画がいいと思う方はですね、ぜひグッドボタンおよびですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。Shoot.